湖影館加賀の第一段階開会修工事が完了し、F35B 認証テストを完了すると、日本で2隻の軽空母化計画が開始されます。F35B 戦闘機も、2024年度には日本に配備される予定。今回は、なぜ、軽空母化計画が必要だったのかを詳しく深掘りしていきます。F35B 戦闘機の航続距離は、短く1600キロほど台湾有事に向けた応急処置になるでしょう。アメリカとのクロスデッキ運用で、両国の軽空母を使用できますし、日本にはあと、日向、伊勢、大隅、下北、国崎が他に存在します。ドローン空母化へ。2023年8月末に、日本の防衛省は、来年度2024年度の防衛予算の概算要求額を公表したが、その額はおよそ7兆7385億円に達し、今年2023年度分よりも、さらに、およそ9000億円ほどが上乗せされ、無論、戦後の最高額を更新するものとなる。実際には、ここから2023年末までの期間をかけての最終的な調整が行われる運びとなるため、2024年度防衛予算の概算要求額である、およそ7兆7385億円が、そのまま、承認させるか否かはまだ不明だが、増額の方向性が揺らぐことはないと思われる。こうした現在の日本の岸田政権の防衛費の増額の政治的な動きについて、一部大手マスメディアや団体が、批判的な記事や意見を開陳するのは予期できたこととはいえ、なかなかにやかましい事態であることは間違いない。ことに、日本の防衛予算の増額が進められる大きな要因の一つとなったものに、2022年2月より正規したロシアによるウクライナ侵攻があることは、議論の余地を待たないと思うが、冷静に見ても日本の置かれた安全保障環境の悪化は疑いようもないだろう。ウクライナ戦争をあくまで継続しているロシアに加え、北朝鮮は、新型ミサイルの開発と死者の頻度を著しく増加させており、また、中国も言うまでもなく、経済力を背景とした軍事力と、それによる支配地域の拡大に余念がない。辛くも、幸いなことに、日本は、これらの国々と海を隔てているとは、言え対峙する関係にあり、その危機的な状況は、かつての冷戦時代の旧ソ連のみの戦力を警戒すればこと足りた時期よりも、はるかに複雑で多面的な脅威に直面している。これらに加えて、2023年10月には、パレスチナのイスラム武装組織ハマスによるイスラエルへの攻撃が発生し、ハマスの根絶を目的としたイスラエル軍のガザ地区への本格侵攻が、秒読みの段階に入りつつある。日本は、中東から、原油の9割以上を輸入していることもあり、中東地域の不安定化は、ロシア・ウクライナ戦争以上に、経済的な影響が懸念させているため、昨今は、その動向と現状を伝えることに、多くの報道機関が不信しているように見える。こうした政界情勢の変化は、確かに問題ではあるだろうが、個人的には、日本が、イスラエルとパレスチナの問題に、関与可能な力を有していないことは明白であり、ロシア・ウクライナ戦争以上に成り行きを注視することしかできないだろう。それらに比すれば、はるかに対中国を意識した通常戦力の増強の方が、本来的には重大な問題だと思われ、増額される防衛予算の使途についても、スタンドオフ能力としてのミサイルの整備が優先課題であることは議論を待たない。また、これらのスタンドオフミサイルの配備の前に若干霞んでしまっている感もあるが、海上自衛隊が現在保有する中で、最大の規模を誇る出雲、片護衛艦の航空母艦化改修の進捗も、決して忘れてはならない取り組みだろう。出雲、片護衛艦は、海上自衛隊で、最大の規模を誇る艦艇として、2024年度の防衛予算の概算要求においても、1番艦、出雲と2番艦、加賀の2隻に対して、およそ423億円の航空母艦化改修費用が求められている状態である。これらの総額423億円に上る航空母艦改修費用の内訳としては、2024年度防衛予算では、
出雲におよそ420億円、加賀におよそ3億円と偏りのある配分となっており、これは前者が大掛かりな改修を残しているためである。出雲は2024年度の防衛予算で艦首部分を台形から四角形へと飛行甲板の面積を拡幅する工事が予定されているが、加賀の方は今年2023年までにすでにこの大掛かりな改修工事を終えている点が異なっている。出雲、加賀、両艦ともその航空母艦化改修は5年に1度の実施が前もって決められている大規模点検のタイミングを利用して2度に分けて行われることとなっており、いずれも完了は2027年度となることが有力視されている。これら出雲、加賀護衛艦の2隻は航空母艦改修の物理的な工事と並行して艦載機とする F-35 ライトニング 2B 型を運用するための認証を本国であるアメリカに出向いて取得する必要があり、まだその道のりは半ばと言ってよいだろう。短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用する艦艇としては、アメリカ海軍のワスプ級やアメリカ級の強襲揚陸艦やイギリス海軍のクイーン・エリザベス級公母艦、イタリア海軍の航空母艦カブールが先に存在している。これらの艦艇はいずれも F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用する認証を取得しており、出雲・加賀護衛艦2隻も各々がその認証を得る必要があり、同型艦といえど個別にそれを得ない限り同機の運用に着手は許されない。こうした F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする艦艇の中で、出雲・加賀護衛艦と最も近い大きさ規模感だとめされているのがイタリア海軍の航空母艦カブールであり、同艦は2008年に就役を開始している。イタリア海軍の航空母艦カブールは基準排水量が 22,130トン、満載排水量が 27,100トン、全長が 236.5メートル、全幅が 39.0メートルの艦体を持ち、艦内の格納庫に最大で回転翼機なら12機、F-35 ライトニング 2B 型なら8機を収容可能とされている。これに比して出雲・加賀護衛艦は基準排水量が 19,500トン、満載排水量が 26,000トン、全長が 248.0メートル、全幅が 38.0メートルの艦体を持ち、艦内の格納庫に最大で回転翼機なら14機、F-35 ライトニング 2B 型なら10機の収容が可能とめされる。イタリア海軍のカブールも出雲・加賀護衛艦も飛行甲板上に駐機するのみであれば、さらに10機前後の F-35 ライトニング 2B 型をプラスして艦載することも可能と考えれており、その場合は攻撃力が倍増する計算となる。しかし、艦内に収容して十分な整備体制や機体の管理を行うことを想定すれば、出雲・加賀護衛艦は航空母艦化するといっても、F-35 ライトニング 2B 型の10機という戦力は、決して大きなものとは言えず、過剰な評価は禁物だろう。それでも、現状の日本においては、南西諸島方面の航空戦力の拠点としては、沖縄本島の那覇基地に配備された F-15J イーグルしか存在していないため、万が一際に、事前に、この基地が、ミサイル攻撃等で使用が困難となれば、深刻な事態に陥りかねない。那覇基地における F-15J イーグルの駐機状況に関しても、敵の対地攻撃ミサイルから、同機を完全に保護できる面、体等の設備が整っているとも言い切れず、仮に整備が進んでも、進化を続ける対地攻撃用ミサイルの威力は過小評価できない。そうした事態を考慮した場合、出雲・加賀護衛艦を航空母艦化改修しておくことは、最低限の航空戦力の投射を確保する意味でも重要であり、南西諸島防衛の貴重な航空戦力の運搬手段として、必須の存在となるだろう。出雲・加賀護衛艦を航空母艦化するという判断に対しては、一部の軍事専門家からも、それよりも空中給油機を増加させる方が有効ではないかとの指摘もなされており、個人的には、両方とも揃えておくことができればベストだと派に思える。ただし、今後は、
有人航空機の運用を強化する手段を多様化することと並行して、攻撃用途に使用可能な無人航空機の活用も進める必要があると思え、どこに優先的に限りのある資金を投下するのかが問われる事態が想定される。今のロシア・ウクライナ戦争における戦訓としては、限定的なステルス性能しか有していない、いわゆる第4世代戦闘機では、ロシア・ウクライナ両軍とも、ある程度の防空ミサイル網を保有した状況では、積極的な攻勢に出られないことを示している。